皆さんこんこにちは今回は栄養推薦入試面接対策大学面接とはについて学学んでいきましょう大学面接とは皆さん今まで面接は受けたことがあるでしょうか大学面接というのは入試担当者と直接向き合ってアピールできる絶好の機会なんです。面接は合否が決まる最終関門 そのように覚えておいてください。面接の形式について。面接の形式は大きく二つに分けられます。一つが個人面接。もう一つが集団面接です。個人面接というのは。面接官と受験生が一対一の面接を言います。または面接官が。 複数いて受験生がそれに対して一人これも個人面接の部類に入ります一方で集団面接というのは面接官と受験生がそれぞれ複数人いる面接これが集団面接になります面接時間について皆さん大学の面接一体どれくらいやるのか気になるところだと思います 実際、面接時間というのは大学によって大きく異なります。短いところですと5分程度、長いところですと30分以上やるところもあるんです。一般的には20分程度が目安となります。募集要項に面接の時間が記載されている場合が多いので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回は以上になります。よく復習しておいてくださいね。 では、コッスンでした。